インターって魔法の箱みたいなわけでもなくて、パッて入れたら全員同じ人間になるってそうじゃないじゃないですか。漢字ドリルが1日で終わらない。なぜかというと、給食当番はっていうと、まず給食当番の意味がわからない、ね、こんなんつけてこんなんこんなんかでも想像ができないんですよ。私取材をしに行くので、じゃあフードフェアがありますっていうと、全体を取るために階段登って校舎の上行くんですよ。そうするとスパイゾルゲみたいな人がこうなんか追ってるんですよ。命大丈夫ですか？結構なことがあるんですよ。